はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はですね、ストーリーモード続きやっていきましょう。で、このストーリーモードの続きをやることによってアバターがね、手に入るんですけど、犬のマークとか消しゴムのマークとか鳥のマーク、これをね、クリアしたらアバターがね、手に入るって聞いたんですよね。まあ、ちょっとそれでね、本当に手に入るのかちょっとわかんないんですけど、やってみたいと思います。まずね、この難しさ星1のやつをやっていきましょう。降りかかるバブルを蹴散らせ。バブルを7体以上倒してからゴールね。消しゴムくんからのお願いです。そしてバブルってスターで倒すんじゃないのかな。あ、これで倒せるんだ。このメットをかぶれば倒せるんだ。あ、ちょっと怖いなで、10コインもね取っておきましょう。で、ジャンプジャンプ OK で、これで8体倒したからもうゴールでいいでしょ。あ、早い、めっちゃ早いゴール。え、こんなんでいいの？これでアバターもらえるのかな。多分もらえないでしょきっと。で、こんだけ終わり。よくやってくれた。それではこの岩を消し去ってやろう。お、マジで。で、あの土管なんか入れて新しいとこ行けたりすんのかな。簡単だ。え、消しゴム消しゴム、もう顔がないぞ。大丈夫。あ、生き返った。で、ステンドグラスもね、もうちょっとで完成して城がね 100% になると思うんですよね。あ、またお願いがあるんだ。トゲゾーバスターズ。なるほど。こうやってね、消しゴムくんのお願いをね、何回もクリアしてったらいつかね、アバターが入ると思うんですよね。それじゃあ早速やっていきますか。トゲゾーバスターズでトゲゾーを倒しまくればいいってことだから、なるほど、ドッスを動かして倒していけってことね。オッケー。これは簡単っぽいな。いっぱい出しておこう。で、ジャンプ、オッケー。そして次、左も出す。あははは、ボンミス。マジでボンミス。よし、それじゃあリベンジといきますか。で、最初に10コイン取っておこうか。 OK で、次、右から倒していこう。で、左もどんどん出す。 OK 危ない。あ、危ねえまた死ぬとこだった。で、ジャンプで、こんな感じで。危ない、やばい。え、これ結構難しくない？こんな感じでいいのか。回転ジャンプでわざわざ下に降りなくても、どんどんこんな感じで降りていけばいいのね。オッケーオッケー。あの10コイン、右にある10コインをね、取ったらちょっとやられそうだから、取らないでゴールしたいと思います。これでクリアして、ステンドグラスもね、なおかつあと2つになると思うんですよね。で、また右側のブロックを消してくれるのか。で、ストーリーモードのあの城 100% になったら何があるんだろう、何が起こるんだろう。で、アディオスって言ってるけどすぐに復活する。で、お願いは終わりかな。もうアバターが手に入らねえぞ。あ、まだなんかある。オッケーオッケー。最後のお願い。あ、なるほど、これで服もらえるんだ。オッケー。レッツゴー。どんな服かな。これ消しゴムくんみたいな服かな。倒せプンプン丸。プンプンを1体倒してからゴール。まあ簡単だね。ブンブンは苦手だけど、プンプンはまあ簡単でしょう。オッケー。で、ワープブロックに入る。そして、うわー、ちょっと待って、落ちる系か。待って、これは難しいんじゃないの。よし、オッケー。で、どっちだ次は。待って、真ん中、ここだ。あと1体。次はどこだろう。一番左ね。オッケー。で、ゴールで30コイン。で、一番上に行きますか。よし、オッケー。よし、これで服が手に入ったぞ。めっちゃ久しぶりにね、服手に入れたな。これでね、ミンバトとかで使う服を変えれるわ。爽やかな T シャツ。あんまり爽やかではないな。で、世界のコースで使えます。オッケーオッケー。じゃあ今度ね、違う、まあ犬とか他の方のね、お願いも聞いていきましょう。なんか音が変わったな。なんだろう、どうした。で、マリオさん緊急です。
血栓猫クッパ。これ確かアバター手に入るんだよね。大変です、親方がクッパに連れて行かれました。オッケー、助けていきましょう。確かね、この血栓猫クッパ服も手に入ると思います。猫クッパでしょ、絶対強いよね。あれ、これはヒップドロップする。よし、でマリオになって次は、お、よし、次もヒップドロップする。そしてヒップドロップ、でかいなこの子。オッケー。で俺も猫になれるのかな。なれない、なれないぞ。よし、オッケー。で次は下をヒップドロップする。次はここのブロックをヒップドロップして、待って危ない、この子嫌いなんだよな。この竜なのかな、何なんだろう。よし、オッケー。でジャンプ、あ待って危ない、やばい、これはまずい。よし、ギリギリ間に合った。うおーい、待ってくれ、どうしたらいい。倒せないでしょ猫クッパって確か。どうしよう、この子を無視して右に行くか。でジャンプ、オッケー。で土管に入って中間ポイント、赤い土管に入る。そしてカートで逃げるってか。ジャンプ、オッケー。このまま何もしないでいいのかな。ジャンプ、そしてジャンプ、ジャンプのオッケー。このまま渡る。でジャンプか、矢印があるからだいぶ楽だな。オッケー。どんどんねマグマが上がってきてると思うんだけど、うっそー、マジかよ。あ、最悪。なるほど、これで U ターンしなきゃいけないのか。 U ターンっていうかバックしなきゃいけなかったのね。あんなところに隠されてたんだ。よし、それじゃあ次はね、間違えないようにさっきの場所しっかりね U ターンしていきましょう。まあ基本的にはねジャンプしかないんですよね、まあ、さっきみたいな U ターンっていうかバック、ここをね右にするみたいな感じはなかなかないでしょう他には。さっきはちょっと卑怯だよね卑怯だよね、あんなわかんないよね。よし、それじゃあこのまま左に行く。うっそ、これは、お、一発で倒せるんだ。で、で、これは降りていいのか。降りなきゃいけないね。なんだなんだ、ドクンドクン言ってるけど。次は今度こそ決戦猫クッパか。右に行くと、いやー来た来た来た。でも猫クッパ倒せないよね、だから早くどっか行ってくれ猫クッパ。あーちょっと待って、いやもう無視していこう。で上に逃げる、そしてヒップドロップ。うおー待って、こんなとこまで来んの、やめてくれ。よし、上にどんどん逃げよう。うおー強い、強すぎる猫クッパ、お前には耐えらねえぞルイージ。一応これで難しさ3だもんな。まず最初にねどっか行ってくれること願いましょう。よし、どうやったらどっか行くのかな、近づいたらどっか行くみたいな。よし、オッケー。でこのまま右に行く。うっそーん戻ってくるの早くない。よし、でこのままヒップドロップ、でジャンプ、いや上に行ってヒップドロップの方がいいな。よし、キノコ、キノコをくれ。あぶねー、あーちょっと待って。よし、このステージ結構難しい。左に30コインあるけどもう無視していくか。これは、よし、ナイス、ベル、ベルだけどこれはどうしたらいい、どうすればいいんだ。こいつに当てるってか。うお、違う、いや多分いいと思うんですよね。これで猫クッパを倒して、よし、こんな感じか。オッケーオッケーオッケー。何回で倒せるんだろう、こんな感じで。危ない、おりゃ、オッケー。次右に行く、そして暗い、オッケー。3回でよかったのか。50コインももらった。でこれで多分ゴールがあると思うんですよね。で上に行く、やった、キノピコ、今助けてあげるからな、キノピコ、オッケー、かわいい、そうやって檻から出てくるんだ、
かわいい。親分助けたぜ。そしてこれでね、服が手に入ると思うんですよね。で最後にステンドグラスも完成する。親方を助けた。ぷはー、空気が美味しい。マリオさんありがとう。そしてステンドグラスの完成。よし、ピーチでしょ、きっと。確かピーチの絵だった気がするんですよね。ほら、やっぱそうだ。これで 100% になった。お城完成。きた、これでストーリーボード終わりだって言いたいところですけど、まだね、服をね手に入れたいんで、どんどんやっていきます。で、ピーチを迎えに行きましょう。え、ピーチいるんだ。どこにいたピーチ。いえ、ピーチいたの。まあ素敵なお城、みんな本当に頑張ってくれましたね。マリオありがとう。まあちょっとはね、ピーチにも手伝って欲しかったよね。でここでいつもの通りチューでしょ。うん、やっぱりね。でマリオ顔が赤くなるみたいな感じ。なんないなんない。マリオピーチのキスに慣れてきたな、マリオ。でここで大砲が上がって花火が上がるね。いや、実物の花火もね、こんなスターのマークとかキノコのマークとかあればいいんだけど、確か実物の花火ハートマークとか星のマークは見たことはあります。でもね、キノコのマークとか欲しいよね。え、それ待って、ロケットボタンやめろ。犬、ちょっと待って、それはまずいぞ。踏んだら大丈夫。おー、危ねー、踏まれるかと思った。え、かわいい。なんこれ、エンディングかな一応。え、めっちゃ可愛くないこれ。でもね、ちょっとスキップしたいんですけど、スキップしていいちょっとストーリーモードの続きをどんどんやっていきたいんですよね、僕。そして犬でかくない？めっちゃ犬でかくない？マリオの3倍ぐらいあるぞ、あれ。それじゃあエンディングも特に面白いこともなく、ずっとあんな感じで流れてたからちょっと飛ばしましたけど、これでね、ビルダーマリオの服とヘルメット、そしてね、スーパーハンマー、え、なんこれ、新しいパーツを手に入れました。コースを作るの、ゲームスキン、スーパーマリオ、あ、なるほど、これアイテムね。これで全クリしたから、ビルダーマリオのね、服とヘルメットを手に入れることができました。でもね、まだね、お願いを叶えてないから、どんどんやっていきたいと思います。え、ちょっと待って、ピーチからもお願いが来てるんだけど、ちょっとこれやってみよっか。初めてだ、ピーチとか。レッツゴービルダーマリオ、ピーチ姫で、多分ね、ビルダーマリオになってどんどん進んでいくって話でしょ。オッケー、これは箱を使って上に上がればいいけど、オッケー、2段必要か。そしてこれはこっちから上から行こうか。そして右にどんどん掘っていく。うおこれは止めれない、これで止めれないのか、箱で止めれない。うそん、どうやって回避すればいいの今の。ここは先にドッスンを行かせておいて、ジャンプ、オッケー、で右に行くか。いや、あんなん急に来られても絶対反応できないよねさっきのところ絶対死ぬわ。オッケー、でもう一丁、まあいいや、とりあえず先にビルダーマリオがあるから取っておいて、ここはハンマーで殴りまくる。よし、でこれ壁キックで行った方が早いよね。でこれは箱を使っていく。あー、ちょっと待って、よし、でもう一丁、うおでジャンプ、オッケー。でこれは箱、ハンマーで倒せるの？倒せない、マジか、ちょっと待って、よし、じゃあどうやっていくんだ、どうやっていくんだ今か。よし、一瞬の隙をつくのが大事だね。でこれはしっかり形を整えてゴー。でピーチからのお願いっていくつあるんだろう。お、ピーチ姫のドレス、こんなんもあるんだ。もうない、ピーチからのお願いは。あ、あるある。でなんか服もらえる。よし、これもやっておこう。
あ、待って、全然見てなかったけど、キノピオを10体連れてって書いてた気がするな。確か前回のストーリーモードじゃキノピオがね5人だったけどこっち見るな、キノピオたち、ちょっと怖いぞ。この子たちを全員引き連れてってことかな。オッケー、それじゃあ行きますか。よし、で上の、あー、なるほど、当たるのね、先に倒しておくか。待って、難しい、これ結構難しくない？キノコ、キノコを取っておこう。そしてあのファイヤーに当たったらいけないもんな。先に、あ、え、この子倒せないの？パックンフラワー倒せないんだ。え、踏めなかったっけ？そっか、これ 3D じゃないから踏めないんだ。それじゃあね、前回もしたことだけど、まあ10人揃ってみんな右を向くんだこれかわいいな。いや、かわいいかちょっと怖いかわかんないけど、よし、それじゃあもう一丁、みんな右を向くんだいすぎ、めっちゃいすぎ。よし、それじゃあね、あのパックンフラワーから走って逃げていった方が早いと思ったけど、クリボーもちゃんと倒していかなきゃまずいな。やばい、このステージ結構難しいと思います。よし、オッケー、でジャンプ、オッケーオッケーオッケー、で逃げていきましょう、このまんま。でジャンプ、待って、ファイヤーがね当たるかもしれないんだよな。でこのままダッシュしていく、オッケー、ジャンプで倒す、よし、オッケー。でこのまんまもうゴールがあると思うんですけど、え、誰、誰か欠けてる、キノピオが欠けてるぞ。どこにいるんだろう。あー、いたいたいた、そんなところにいたのか、ごめんよ。オッケー、そしてこのまま走っていこうか。もう敵いないからダッシュでいけるでしょう。オッケー、でこのままゴー。まだまだ、嘘、今何人、今何人だ。ちょっと待って、絶対ゴールしたと思ったんですけど、ちょっとね多すぎてね、数えてたらわけわかんなくなるんだよね。で右に行くと、あ、ここ取り残しがいるわ取り残しいるね。よし、それじゃあこのまま走っていくか。うそーん、ファイヤー、よし、オッケー。このまま走ってったらきっと大丈夫でしょう。ジャンプで、この辺でファイヤーを出させておいて、このまま右に行く。よし、もうここまで来れば大丈夫だと思うんですよね。よし、オッケー、ゴール、よし、いすぎマジでいすぎ。これでね、何の服がもらえるんだろう。あー、ピーチの髪型ね、たまにしてる人いるよね。もうないかな、もうないね。よし、それじゃあ今日のねストーリーモードはこの辺で終わりたいと思います。まあ今日で一応城は 100% になりましたけど、服を求めにね、またストーリーモードどんどん続きやっていきたいと思います。それじゃあまたね。